浜ちゃん。浜ちゃんって呼ばれるのは初めてじゃないな。浜たこちゃん。たこ焼きを食べるときはこう、なんていうの。まあ、男性の一番、この種の詰まった、この丸いふぐりってあるんだよね。このふぐりをこう加え込んで、むしゃぶりつくときっていうのは、たこ焼きを口に入れたときに、ハフハフして、たこ焼きをこう、くる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 、こう、熱い熱いって回すような感覚で、ふぐりを舐めた方がいいって言われてるんだよね。だから何？ちょっといいね。今日はこれ、両手使えるからさ、両手でも行かせてあげようかなと思って。いいの？ほら、聞こえるな。わかるな。というわけで、スパチャありがとうございました。また、スパチャいただいておりました。タマさん、ありがとうございます。スパチャ、160円ですね。これは160円ですから、160円分吸わせてもらいますよ。タマ、今日はハンズフリー農水だぞ。こんなハンズフリー農水の日に吸われるなんて嬉しいと思ってたな。こんだけです。いや、嘘です。ありがとうございます。でもね、もう私最近、もう僕はもうホストですから、もうドライですよ。もうこの、いや、そうです。ありがとうございます。まあ、軽めに吸いますよ。まあ、ちょっとね、分かってるんですよ。多分ね、出てる人らさんは、多分話、ちょっと今、腰折っちゃダメかな、みたいな感じで、こう、軽めの。あ、じゃあもう軽めに乗せとけよ、みたいな。ありがとう、デッドリフ太郎さん。嬉しいよ、俺。こういったわけでですね。マスクドームさんから、いただきました。ありがとうございます。俺の夢は何か知ってる？ね、俺は、このホスト界で、モテモテになって、それでさ、そうなるとさ、やっぱり嫉妬心でさ、恨まれちゃったりするわけじゃん？ねえ、だけど、それでさ、最後にさ、お前があまりの嫉妬に、俺にも刃物を向けてきてよ。あなた、あの子と私、大事なのはどっちなんだよ！うわって来たところを、あえてもう、ザスってやられながら抱きしめて、どっちも大事に決まってんだろ。っていうのが夢なんだよね。ありがとうございます。君子さん？俺、ベイだけど、今夜絶対家で寝ててよ。小田さ、絶対君子のとこに、呼ばれに行こうと思ってるんだ、俺。だから、君子は絶対寝ててほしいだ。寝ててくれよな。そして、夜が近づいてきました。君子すげえいびきかいて寝てる。これで俺、多分君子近づいてもバレない。バレないかな。君子起こしちゃった。だから君子の吐息を聞くだけで俺、もうおかしくなっちまいそうだ。君子は何も気づいてない。君子、すごいよ。ねえ、君子がこう、全然気づいてないから、これが都会のパンチーっていうやつか。君子は、俺たち、ふんどしを履いて、女学生たちはノーパンで来てるっていうのに、君子はパンティー履いてる。すっげえパンティーだ。これがパンティーか。ああ、すげえ。じゃあ、このパンティーを、これがクロッチっていうやつか。すっげえ、シミがついてんじゃねえか、クロッチ、これ。君子のクロッチから君子の匂いがする。ありがとうございます。これがベイノースイでした。方言バリバリ。あ、遅えよ、言うのがよ。
めっちゃ、言うの遅いけん、遅い、遅いわ、遅い、あのな、遅い、遅いけんな、うん、もう、すえんのや、もう、じょんならんよ、こんな、うん、じょんならん、うん、こんな、でかい耳あったら、じょんならんよ、じゃあ、のすけん、うん、のみそ、すえや、は方言、ノースイ怖いよ。あの、ちょっと、え、いけるかな。じゃあ、ノースイ言うなよ。うん、俺さ、うん、なんか、さぬき弁って、さぬき、香川のことさぬきって言うんだけど、さぬき弁ってさ、そういうんじゃないけん。うん、俺も、下手やけんさ。うん。難しいよ、ごめん。許して、もう吸わして。うん、うん、方言バリバリなんて俺ダメよ。大阪弁しか喋れへんねん、うん、ここええんやろね。この脳みそ吸われてる、この脳の仮の部分がええねんやろ、うん、ちゃうの、ね、どんなねえ、ええねんやろ、どうなん、ああ、なあ、ほんとさ、一目見たときから、俺に、ね、座りたいって思ってたんだろ、なあ、ねえ、俺さ、お前の顔見たら、もう、脳が吸いたくて、たまんねえんだよ。バタン、おい、おい、マッキー、何やってんだ、あれ。俺の女に手出してんじゃねえ。マクドさん、ああ、お前、サンピーだ。どっちだ、俺。マッキーのノースイとマクドのノースどっちがいいんだよ。俺だな。マッキーのノースイがいいって言えよ、俺。俺どっちだ、マッキーののせいか、マクドののせいか、言えよ、ほら。言えよ、ほら。ああ、